今からみなもが大活躍するお芝居森のほったらかし男爵が始まるから、みんな楽しみにしててね。あれ、みんな見て見て、木がたくさんあるね。ここは森の中みたいだね。このお芝居はパパとレンゲちゃんが森の中を楽しくお散歩するところから始まるよ。お芝居の途中でここにいるお友達みんなに水面ダンスを踊ってもらいたいところがあるんだけど、その時はみんな元気いっぱいダンスしようね。それじゃ最後まで楽しんでね。お休みの日、小学3年生のレンゲちゃんはパパと一緒に岐阜の森に遊びに来ました。パパ、森の中はなんか涼しいね。そうだね、木の葉っぱがお日様の光を和らげてくれるし、土もひんやりしてるね。うん、それにいつもと空気が違う気がする。それはね、木や草は綺麗な空気をたくさん作り出してくれるからだよ。じゃあ森の中は新鮮な空気でいっぱいなんだね。そういうこと。レンゲ、ちょっと耳を澄ましてごらん。何か聞こえないかい？川の音が聞こえるよ。それから鳥の声がする。そうなんだ。森の中にはいろんな鳥がいるし、姿はあんまり見えないけれど、いろんな生き物が暮らしているんだ。へー、森にはどんな生き物がいるの？どんなって、そんなこと言われても、実はパパもあんまり見たことがないけど、多分猿とか、タヌキとか、ウサギとか、そういうのじゃないかな。へー、そうなの。動物園にいるような象とかライオンとかトラもいるの？それはアフリカなんかにいる動物だよ。日本の山にはいないよ。ああ、よかった。ライオンやトラがここにいたらなんかちょっと怖いね。でもクマはいるよ。めったに出てこないけど、森の中でばったり出会うとクマは人間に何かされるんじゃないかなと思って襲ってくるんだって。じゃあクマに出会っちゃったらすぐに逃げないといけないね。そうそう、すぐに逃げるのが一番だ。わー、クマだ。抜けて動け、レンゲ、一人で逃げてくれ。パパはもうダメだ。あとはママと二人で仲良く暮らしてくれ。何言ってんのパパ、しっかりして。何してるの？クマが喋った。あれ、もしかしてクマじゃないんじゃない？あなたは誰？キラッキラの妖精ミナモだよ。ああ、ミナモだ。パパ、ミナモだよ。そんなわけないよ。ミナモがこんなところにいるはずがない。もうダメだ。本当にミナモだってば。だってミナモは黄色と水色なのに、さっき見たのは茶色かったぞ。あれはクマだ。もうダメだ。今日はもしかしたら雨が降るかなって思ってレインコートを着てきたんだ。パパ見てごらんよ。でもおかしいぞ、ミナモは喋らないんだ。きっとキツネかタヌキが化けてるんだ。もうダメだ。これはね、テレパシーでミナモの声がみんなに響いているんだよ。じゃあ本当にミナモなの？
どうしてここにいるんだい？今日は森の中を散歩してみたくなって森に遊びにやってきたんだよ。レンゲちゃん、パパ、一緒に散歩しようよ。なんだ、そうだったのか。僕は最初からそうじゃないかなって思ってたけどね。もうパパったら、さっきはあんなに怖がってたのに。レンゲちゃん、パパ、じゃあ今日は森の中を案内してあげるね。うん、よろしくね。この森はね、とっても素敵な森なんだ。よーく見てごらん。いろんな木が生えているよ。木の高さはみんな違うし、葉っぱの形もいろんなのがあるね。木の葉って、この季節はみんな緑色だって思ってたけど、こうしてみると全部違う緑色なんだね。ほんとだ。深緑や明るい黄緑色や、太陽の光が通りそうな透明っぽいのもあるね。いろんな色の葉っぱが風でそよそよしてて、なんかカラフルですっごく綺麗だね。ところでもう一つ、森にはすごい働きがあるんだけど、聞いてくれる？もちろん、教えて。森の土はスポンジのようにふわふわしているんだ。だから大雨が降ったら、森は土の中に雨を溜めておいて、雨が降らない日が続いた時に、土の中から少しずつ水を川に流して、川の水の量を調節しているんだよ。へえ、それはすごい働きだね。だから川の水って急に増えたり減ったりしないんだね。それからね、雨が森に降って川に流れていく間に、土の中でゴミやホコリが取れて、雨がすごくきれいな水になるんだよ。そしてその間にミネラルっていう土の中の栄養を吸っていくんだよ。だから岐阜の川の水はミネラルたっぷりで、川の生き物も元気に育ってるんだね。そうなんだよ。清流といって素晴らしい川だって言われるのはね、岐阜にはこんなに素敵な森があるからなんだ。そして川は海へ森の栄養を運んでいくんだよ。川や海にとって森は本当に大切な働きをしているのね。そうだね。森の中にはね、まだまだたくさん面白いものがあるよ。短い時間じゃ紹介しきれないけどね。この森には木だけじゃなくて、いろんな草花もあるし、虫や動物や鳥がいるからね。一つ一つをゆっくり見ていると本当に楽しいよ。へえ、森の中の散歩ってなんか楽しそうだね。そうだね、もっと探検したくなったね。この森の中には高い木の下にも低い木や草花が生えている。それぞれの木や草は季節になると花をつけて次に実をつけるんだ。その実を鳥やいろんな動物が食べるんだよ。わかった。高い木になる木の実は鳥が食べて、低いところになる実は木に登れない動物たちが食べるんだね。あったり。じゃあもし低い木がなくなったら、木に登れない動物たちはどうするの？低い木や草花がなくなると、動物たちはここでは生きていけないんだよ。食べ物がなくなったら困るね。そうか、森には生き物たちの食べ物があるから、生き物たちは森に住んでいるんだね。そうだ、二人にもう一つ別の森を見てほしいんだけど、いいかな？うんうん、行く行く。じゃあついてきて。ここは暗い森の中、高い木がたくさんありすぎて、お日様の光が地面まで届いていません。そのせいで高い木の下には低い木や草花が成長できません。鳥や動物や虫もいないようですよ。
ねえパパ、この森はさっきの森とだいぶ違うみたいだけど。これは杉の木なのかな。ここに生えてる木はみんな同じ木なんだね。この木がすごくたくさんあって、みんな背が高いからお日様の光が背の低い木まで届かないんだ。それで背の低い木や草花はみんな枯れてしまったんだ。そんな。うるさいの、お前たち。ああ、ちょっと、なんなんだ、あんた。しないしない、なんもしない、ほったらほったらか、ほーいほい。わしはほったらかしが大好きな、ほったらかし男爵じゃ。何？ほったらかし男爵？どこから来たの？わしは何年もこの森に住んでおるのだ。ここには木の実がなる草木がないから、うるさい鳥や動物は来ないし、人間も入ってこない。ここはわし一人の天国なんじゃ。うわっは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 。さあ、わかったら、お前らもさっさとここから出てけ。ほったらかし男爵、森はみんなのものなのに独り占めなんてダメじゃないか。なんじゃお前は。そんな黄色や水色でチャラチャラと、わしのように黒でシックに決めたらどうじゃ。こっちの方がファッショナブルじゃろ。レンゲ、あんなのがファッショナブルだなんて何時代の人なんだろうね。本当だよ、自分のことおしゃれだって思ってるんだね。この人イケてないよね。ミナモはキラキラの妖精なんだ。この水色は清らかな川の色、そして黄色は川のキラキラしたきらめきの色なんだぞ。なんだか知らんが、そんなきらめきとかなんとかはチャラチャラして目が痛いわ。どうでもいいが、とにかくうるさくて邪魔だ。お前ら早くとっとと出てけ。何言ってんの？ここはみんなの森なんだから、うるさいのが嫌だったらあんたが出ていけばいいじゃないの。そうだそうだ。なんだと？この森にはもう何年も誰も来なかったんだぞ。だからわしはここにいるんだ。誰も来ないくせにみんなの森とは聞いて呆れるわ。パパ、確かに誰も来ないんじゃ、なんだかみんなの森って感じじゃないよね。でも、なんで誰も来ないんだ？どうもこの森は、人々が手入れを忘れてしまった森のようだね。こういう森は、手入れをしないと、いろいろな木や草花が育たないんだ。人々が手入れを忘れて、この森をほったらかしてしまったから、きっとここに、ほったらかし男爵が住み着いてしまったんだよ。そうだったんだ。でも、なんだかこのままじゃ良くないよね。うん、このほったらかしの荒れた森では動物や鳥や虫がいないから、土の栄養が少なくて川や海のためにも良くないんだ。なんとかしなくちゃ。どうしたらいいのかな。ああ、おいおい、そこのチャラ男とギャーギャーうるさいガキとその仲間、お前らそっちの方で何をゴニョゴニョ言ってるんだ。わしのことをほったらかしにするんじゃないぞ。分かったぞ。お前ら、どうしてわしがこんなにかっこいいのか話し合っておるんじゃな。え？そうじゃろう。違うよ。あんたよりもミナモの方がずっとかっこいいよ。あんたなんかただ黒いだけじゃん。あんたのファッションなんて全然イケてないようだ。なーに？よくもわしの洗練されたブラックコーディネートをバカにしたな。よし、お前らをクールでシックな黒色に変えてやるぞ。お前らみんな真っ黒に塗ってやる。レンゲ、危ない。
子男爵のやつひどい目にあったよ。みなも、何か男爵をやっつけるいい考えは浮かんだ？さっき、ほったらかし男爵はキラキラしたのが嫌いとか目が痛いとか言ってたな。何かキラキラしたもので男爵を追い出すことができないかな。キラキラしたものか、なんかないかな。そうだ、ものすごくキラキラしたものがあるよ。水面ダンスはどう？あ、そうか、水面ダンスだ。水面ダンスを踊るとみんながキラキラできるんだね。いいでしょ。でも私とパパの二人だけじゃキラキラが足りないかもしれないよ。もっと大勢で一緒に踊ればキラキラがたくさんになって男爵を追い出すことができると思うんだけど。そうだ、会場のみんな一緒に踊ってくれないかな。みんなで一緒に力を合わせてみなもダンスを踊ってこの森からほったらかし男爵を追い出そうよ。誰かわしのことを呼んだか？あ、なんじゃ、またお前らか。懲りない奴らだな。また真っ黒に塗ってやるぞ。ああ、ほったらかし男爵、今度はあんたをやっつけてやるわよ。さあ、みんな用意はいい？それじゃあ、音楽スタート。
した場所にはもういられない。もうダメだ。わしに構わないで。ほったらかしてな。ああ。やったー。ほったらかし男爵が逃げていった。みんなのおかげでほったらかし男爵を追い出すことができたよ。みんなどうもありがとう。みんなもよかったね。うん、みんなこれからはもっともっと森に遊びに行って森と仲良くなろうよ。森には手入れが必要なんだってことも忘れずにいよう。森や川はいつもみんなの身近な友達だからね。うん、それを忘れちゃったらまたほったらかし男爵が来ちゃうかもね。みんなもまた森の中を案内してくれるかい？うん、素敵な森にはたくさん楽しいことがあるからね。レンゲちゃん、パパ、さあ行こう。みんな、じゃあまた会おうね。みんな、お芝居最後まで見てくれてどうもありがとう。お芝居どうだったかな？みんな、これからも岐阜県の森や川に遊びに行って森や川と仲良くしていこうね。そしてこれからもみなものことを応援よろしくね。これで森のほったらかし男爵を終わります。今日は本当にありがとうございました。バイバーイ。